この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、キモいよ。問題はここに立つ人っすよ。そうですね、今回新助っ人ということで、はい、ちょっと新しい感じのムフフさんをご用意したんですけど、風がこう吹いてんすよ。はい、渋谷の香りがするんですよ。あ、渋谷そうっすね渋谷の香りがするんですよ ね、 なんか池袋とかじゃないっすね、うん、池袋ではないですね、渋谷かな、渋谷、夜の渋谷の香りがしますね。夜ですか夜の渋谷ですね。いい匂いですね、はい、久しぶりな、あの夜の百軒棚の匂いがします。百軒棚なの、センターじゃなくて。いやちょっと初めてっすよ。初めてですね。初めてですね。新生です、私も。じゃあスペックからいきましょう。はい、スペックはですね、上から87、60、84の E カップでございます。ナルセもいいじゃん、あった E、またあまに生理前とか F になります。あ、そうです。はい、素晴らしい。ルルは、ルル、聞いちゃいます。はい、なんか、いづら、2人。あ、でも助っ人の中では全然ある。あ、本当ですか。あの、乳首しかない助っ人とかいる。今いますね、助っ人は意外と貧乳が多いんでね。全然おっぱいがあるんで、もう女性として。助っ人の中では上位ってことですね。全然上位、全然上位カップということで、はい。では、ご紹介いたしましょう。愛香さんです。はい、渋谷の黒ギャル E カップ、愛香です。アイカでーすなのにガムペッて吐きそう。吐かないですよそんな柄悪くないです。どうも、良品でギャル。いやーちょっとこれ初めてですね。初の黒ギャル、ギャルもいなかったですよね。いないです、いないです。でもこの番組基本ロリ多いですよ。多いですね。多いです、多いです。ロリ全然ダメなんですよ。しょうがないです、ロリが多い業界なんで。あ、そういうもんなんですか。でも意外とロリでもいけますって。全然いけないけど。無理だよ。全然いけないけど。絶対無理だそれ。いいですね、この、うん、この軽さがいいですね。はい、ラフに行きましょう。いいじゃないですか、新鮮。レア子役体験ご紹介します。はい、じゃあ助っ人の仕事なんでお願いします。はい。はい、寸止め黒ギャル事情お願いします。おの中で出させてです。射精させてですね。あ、そうですね、意訳しましたね今。射精させてよ、出させてっていう。俺の周り多いんすよ、ファンが。本当に最近黒ギャルのムフフさん貴重だもんね。あんまいなくなって、ね、一時期めちゃくちゃ流行って。そうなんです。白ギャルっていうか普通の女の子がわざと黒ギャルになったりすることもあるくらい本当流行ってたので。そうなんですよ。あ、じゃあ需要があるんですね、黒ギャル。全然ありますよ、だってもうオイルとかかけたら最高っすよ。あ、じゃあもう矢部さんとかもね、戻れ。やめな、妹さんもね。顎にね、顎にオイルかけてもらって。いやちょっと見たいですね、早く動画が。動画、あ、動画ね。動画、動画を、動画見たいですね。動画見たいですね。そうです、新コーナー、新コーナーでね、新コーナーで。待ってください。これはちょっと勝たないとまずいですね。あのプチプチの裏側でどういう肌になるのかちょっと見たいです。要は褐色の肌が、うん、なるわけでしょ。そうっすよ、もう肌色よりよく見えますよ。どうなんですかね、コントラストは多分あるんで、わかりやすいコントラスト。そうだね、今日も勝たないと何言われっかわかんねえな。そうっすね、新しい子が来た時は勝ってほしいっすね。ですね、ですね。2枚差くらいで。